します。ロビー内においても歩きながらの携帯端末のご利用は事故の原因となり大変危険です。ご利用をお控えください。またエスカレーターをご利用の際はキャリーバッグを。大変お待たせいたしました。日本航空沖縄の排気16時ちょうど発生し21人はまた優先搭乗のご案内をいたします。ダイヤモンドエメラルド爽やかエンジェル爽やかエンジェルのお客様どうぞ10番搭乗口よりご搭乗ください。大変お待たせいたしました。もう一度ジャニー